北口池袋方からホームを望む中板橋駅は、東京都板橋区弥生町にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は、TJ05。島式ホーム2面4線を有する地上駅。早朝、夜間と日中の一部の列車を除き、多くの普通列車が当駅で有等列車の退避を、行う。なお、2013年3月のダイヤ改正より、 日中時間帯に当駅で通過退避を行う列車は下り毎時2本のみとなっている。改札に通じる階段は池袋よりのみに設置されている。南口駅舎についてはバリアフリーに配慮した改層がなされ、ユニバーサルデザインの一環としての多機能トイレが設置されているほか、ホームと結ぶエレベーターは同駅舎からのみ利用可能である。内側2線が主本線。 外側2線が副本線である。2020年度の1日平均乗降人員は22,493人である。近年の年度別1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。駅舎は池袋よりの南北に設けられ、駅前の商店街など商業地域は駅東側に広がっている。駅のすぐ北には、 石地川が流れており桜並木が美しい。さらに石地川のすぐ北には、関七通りがある。また、川越街道上板橋塾の中宿が駅のそばにある。周辺では、板橋区三大踊りの一つである、へそ踊りが1996年より毎年開催されている。駅前に路線バスは乗り入れていないが、徒歩圏内に、 複数のバス停がある。中板橋駅、入口バス停中町バス停川越街道の上板橋宿にある上、板橋駅と中山道の下板橋宿にある下板橋駅の中間に位置することから中板橋駅と名付けられた。周辺地名の中板橋は1957年に新設されたもので、歴史上中板橋という名の宿場は存在しない。 なお、球場板橋塾の宿場町の位置自体は、上板橋駅よりも中板橋駅の方が最寄りである。当駅と時和田駅間の距離は700メートルで、東上線内では、多摩、淀駅より井駅間の600メートルに次いで2番目に、短い。ありがとうございます。